今回はタンゴダンスチケのラムさんにお越しいただいてお話を聞いていきます。ラムさんは世界選手権で5位、そしてアジア大会で優勝の成績を残されていて、今は都内でタンゴスタジオを、タンゴダンスのスタジオを運営されています。でこのコロナ禍において人との触れ合いだとか、人とお話ができるだとか、コミュニティがあるっていうのの価値がすごい重要視されてきたと思うので、改めてそのあたりを含めてタンゴダンスの魅力を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に聞いておきたいのが、このコロナ禍の中でだいぶ打撃を受けたというか、お客さん的にも足が止まってしまう業界でしたよね。そうですね、本当にあの飲食業界がねすごくね注目されていますけれども、やはりサービス業全体が大きな打撃を受けた1年だったと思いますね。その中で、でもやっぱり人と触れ合うだとかが より求められるとか渇望される時代にも入ったんだろうなと思うんですよ。本当ですね。やっぱり新しくね、なんか人と触れ合う、人に触れる、触り始めるっていうのはすごく抵抗があったかと思うんですけれども、まあ、タンゴをねもともと踊ってらっしゃる方っていうのはそこにもうすでにコミュニティがあってですね、そこにいつも一緒にタンゴを踊っている仲間たちがいるので、その方同士でね触れ合うことに関してはちょっと抵抗も薄かったかなと思うんですけれども、やっぱり新しくさタンゴ始めようと思って飛び込んできてくださったにもかかわらず、コロナになってしまったっていう時にはコロナになってしまった、その時にですね、やっぱりそれでも続けるかっていうところまではいかなくてですね、かなりの方が離れられたかなと思いますね。せっかくの機会なので聞きにくいこともぜひ伺っていきたいんですけど、もちろんどうぞやっぱり必要なもの、必要じゃないものっていうのがふるいにかけられる時代に入りましたよ ね、 その中でタンゴダンスってもちろん何でもない時はすごい魅力的なんですけど、コロナ禍っていう状況が起きた時に人と触れ合いに行くっていうところになってくるので、ここの課題というか、その人の足が止まってしまった感はすごく強かったですよね、きっと。そうですね、私たち運営する側がやっぱりすごく恐怖を感じましたね。もし生徒さんに何かあったらどうしようとか、あとは、スタジオを抱えてますので、やっぱりね家賃が、東京の家賃が発生してくるっていうことはすごく恐怖感でしたし、でもやっぱり感染して、健康のこともそうなんですけれども、あと社会的なこともやっぱりものすごく響くなというのはありましたね。例えばうちのスタジオから感染者出ましたよ、クラスターが発生しましたよって言った時にはもう立ち直れないような、去年の、特に去年の4月5月ぐらいはもう立ち直れないなっていう危機感がありましたね。絶対出してはいけないって思っていましたけれども、もちろんそのために感染対策徹底的にやりますけれども、やっぱり一人一人のね生活、どういう生活されてるのかわからないので、やっぱり今日その未知、知らないことだったのでものすごく恐怖感はありましたけれども、やっぱり人と触れ合ってより危険度が高いと思われているところだからこ そ、ね、ケアの方もしっかりするっていうことですよね。そうですね、近年ようやくなんか食事で飛沫が飛ぶから危ないんですよっていうことをやっぱりなんとなく検証されて分かるようになりましたけれども、最初はもう本当にこの距離でもダメだし、触るなんて余計とんでもないっていう感じだったと思うんですけど、だんだん情報が集まってくるうちに、こう触れても近くで話をしなければ大丈夫とか、飛沫が飛ばなければ大丈夫、触れても手さえ洗って目鼻口触らなかったら大丈夫っていうことがみんな理解できるようになると、やっぱりクラス中にしっかりアルコール消毒しながら組んだらまた手を洗いに行くっていうことを徹底的に皆さんやってましたので、その辺は最終的には安心感があったかなと思いますけれど、タンゴダンスも含めて、社交ダンスだとかもいろいろあると思うんですけど、連携プレーというか、協力プレーだと思うんですよね。そうするとその感染対策についても誰かがルールだとかマナーだとか良くなかったら、みんなに迷惑かかっちゃうっていうのが、みんな分かった人の集まりっていうのはありますよね。そうですね、それはすごくありますね。やっぱりタンゴが好きで、やっぱり踊りたいって思ってらっしゃる方は、もし自分が感染したら、もしこのコミュニティに何かあったらっていう危機感があるので、やっぱり外で友達と飲みに行くことを控えたりですとか、やっぱり必要以上に感染しそうなところには行かないとか、すごく気をつけられてたと思いますね。
で、私のスタジオは今会員制になっているので、特にいつも知ってる方が いらっしゃってるっていうのが分かっているので、その辺も安心していただけた要素かなと思いますけれど、業界的な話になっちゃうんですけど、単語ダンスのスタジオって結構辞められたとことかあったりしますか？意外とね、皆さん踏ん張っていてですね、潰れたっていうところは聞いたことがないですね。そうですね、皆さんね、意外とコミュニティはこじんまりとしたコミュニティでやってらっしゃるところとかはですね、やっぱりしっかりとした先生と生徒さんの信頼関係があるところはですね、意外とコロナ禍でも大丈夫だったみたいですね。で、私たちはね、結構大きなスタジオを作って構えていますので、やはり人をたくさん集めて運営していくっていうスタイルだったので、やはり打撃は大きかったんですけれども、やっぱりいろんな補助金とかも活用しながら、コロナ禍でしかできないようなことを挑戦してみたりとかでしながら、止まるともうね、こうどんどん沈んでいきそうな気がしたので、もうとにかく動けることは何でも動くという感じで取り組んだ結果、なんとか持ってますね今回お話聞きたかったのは、その単語ダンスのもちろん魅力っていうのももちろんだと思うんですけど、やっぱりその人と触れ合って危険視されている、業界の中でどう続けてきたかとか、どう生き残っているかっていう部分もぜひ聞いてみたいなと思うんですよね。そのやってみた施策って、例えばオンラインレッスンやってみたとか、いろんなことあると思うんですけど、どんなことが手応えがありました？そうですね、やっぱり単語ダンスっていうのは一般の普通のダンス、一人で踊るダンスとは違って、やっぱり二人で踊るダンスなんですね。ですからオンラインもいろいろ試行錯誤してやってみたんですね。で、一人で踊るダンスだったら先生が音楽をかけて 1,2,1,2 ってやってると、その画面の前で 1,2 ってやればいいんですけれども、やっぱり単語を皆さんなぜ好きで集まってきてるかっていうと、やっぱり相手がいるから、こう人とこう一緒に踊るからっていうことで好きだと思って集まってきてくださってる方がほとんどなんですね。ですから私たちがオンラインレッスンとかもやったんですけれども、例えばこちらが一人で、じゃあ一人こんな時期だし一人で動いてみようと思って一人のレッスンをしていると、やっぱりつまらないって言われちゃうんですね。今度じゃあ二人で、こっちは二人でいろいろステップを見せてみようって言ってやったら、向こうは一人かもしれないんですよね。そうするとつまらないってなるんですね。いや、本当にコンテンツを探すの本当に難しかったですね。でも今はですね、こういうコンテンツがオンラインに向いているっていうのを本当にいろいろスタッフと試行錯誤しまして、ようやく落ち着いてきたのは、やはりダンスっていう、こう動く一面と、あとはちょっとアルゼンチン単語ってこう文化的な部分がすごく大きいんですね。ですからその部分の背景をちょっと学ぶですとか、単語ダンスの成り立ちとか理論的なことを学ぶとか、そうステップの構成理論を学ぶとか、そういう少し座学的なことを多く取り入れた講座のようなものを始めてですね、それは意外と一般のこうスタジオでこうダンススタジオではなかなかね開講できないようなプログラムを開講していったんですね。それはすごくやっぱり今だからこそ私たちもやっぱり取り組みましたし、今だからこそ生徒さんたちも価値を持って勉強してくださったと思うんですね。その歴史的な背景だとか、バックボーンが分かるとより楽しめますもんね。そうですね、やっぱりそこが分からないとなかなかね、なんでこう単語ってこういう風になってんだろう、なんでここが大事だと思って、なんでアルゼンチン人の人はこういう風に踊るんだろうっていうのがね、やっぱりなかなか分からないと、外国人での私たちが取り組むのはすごく大きな壁があるんですね。だからそこを丁寧に伝えられたのは、やっぱりこの時期ならでは、オンラインならではなのかなと思いましたね。やっぱその茶道とかいろんなことでも型があって、型だけ教えてもらってこう動けばいいんでしょうじゃなくて、その作法にはこういうのが意味がありますっていうのが、ね、そうなんですよね。やっぱり意味が分かって動く一歩と、意味が分からずに動く一歩では全然意味が変わってくるんですね。そういったこう文化的な背景とか、に影響されてると思うんですけど、単語ダンスされてる方ってみんなこう美しさが、もう男性女性関わらず美しさがありますよね。それはありがとうございます立ち振る舞いとか、そうですね、はい、やっぱり
相手と触れ合うって言った時の最低限のマナーのようなものはやっぱり皆さんすごく気をつけてらっしゃるんですね。やっぱりあの踊り場に行く時にはその時はシャワーをしっかり浴びてからとか匂いとかあのをきっちりしてらっしゃる方がやっぱり多いですね。やっぱり自分がされて嫌なことを相手にもしないっていう最低限のマナーを皆さん守ってらっしゃるっていうのはあると思います。単語ダンス、単語ダンスにおいての最低限のマナーっていうのって、だって男女間のカップル恋人とかの本当に気をつけていこうって思うマナーだったりしますよね。なんかそうですね、本当にそうですね。やっぱり夫婦とかだったらすっと忘れてしまうこととかもあると思うんですけれども、ね、やっぱりあの特に女性はいつもねある程度気をつけていらっしゃる方多いと思うんですけど、男性ってなかなか、そうだと思います。気をつけられないですよね、はい、なんならこのちょっとラフな方がいいんでしょって思ってる人も思ってる人もいると思うんですけど、例えばですねすごく暑い日にあの T シャツで出かけたりしたくなりますよね。踊り場にでも暑いし汗もかくし、でもやっぱりタンゴダンスを踊るときに T シャツで踊るってちょっとマナー違反なんですね、はい、なぜかというとこうあの相手をこう抱擁するときにですね、ここに女性の腕が当たるんですね。そうすると女性ってね大体あのノースリーブの可愛いワンピースを着ていたりとかするんですけど、男性は長袖を着ているもんだっていうことあの意識があるんですね。でここで肌と肌がピトッと触れ合うって意外と嫌なんですね。こんなに近くにいるんですけども、男性は必ず長袖を着るとか、もちろんあのこう近くにすごくねお互い組むので匂いをものすごい気にしたりとかしますね。特にあの踊りに行く前にはもちろんニンニクとか玉ねぎさえ食べないっていう方がやっぱり多いかなと思います。あのタンゴダンスって触れてるように見えて触れてる面ってすごく少ないですよね。そうですね、まあ、もちろんあの、引き寄せるだとかいうのはあると思うんですけども、べったりではないんですよね。そうですね、あのチークダンスではないんですね、やっぱりこうベタッとひっついてるからいいっていうことではなくって、やっぱりどう機能的にひっついているかっていうことがやっぱりダンスなので必要かなと思うんですね、まあ、かなりあの抱擁は慣れてくるとすごく抱擁は深いですね、はい、このさっきの話の最初の方に戻るんですけど、はい、このやっぱ人との触れ合いだとか、コミュニティが希薄になっていったからこそ求められている、まあ、タンゴダンスだけではなくだと思うんですけども、その中でもタンゴダンスの一つとしてやっぱりその接触といいますか、あのコミュニケーション、コミュニティ求められているなと思うんですよね、本当ですね。あの以前から、まあ、コロナの前からそうだったんですけれども、やっぱりタンゴを踊る人たちっていうのはあの人に触ることがあんまり怖くなくなってくるんですね。やっぱりあの日本の社会だとビジネスの場でも、まあ、握手はすることがあっても抱擁するってことはないと思うんですね。友達に会っても久しぶりってやるかっていうと意外とやらなかったりしますよね。でもあのタンゴをやる人たちはもう抱擁する、あのほっぺたにキスをするっていうことは日常茶飯事だったんですね。ですから今でもやっぱりこうね、あの自然と人を見たら自然と抱擁し合うっていうことをやるんですけれども、あのそれはもともと私はあの必要だなとは思ってたんですが、コロナになって余計にですね、あの人との距離がやっぱり近くなるのが余計に怖くなったと思うんですね。その文化的なことに輪をかけてやっぱり感染するリスクっていうのがあってやっぱり怖くなったと思うんですけども、やっぱりそれをタンゴの情熱で超えられたらいいのかなと思うんですね、はい、タンゴを踊りたい、タンゴを踊るためにはやっぱり近くに相手を抱擁したいっていうので、その壁がね壊れやすくなるといいのかなと思います。そのこれ人と話をするだとか、マナーだとか、お互いに気持ちよくコミュニケーションを取るためにもやっぱりそういった距離感とか近いんだけれどもちゃんとお互いにあの気をつけてるっていうマナーってすごい大事ですね。そうですね、まあ、水野さんおっしゃった通りですね。もう近くてもあのマナーがあるし、あのそうなんですよね、近いからといって何でも OK っていうわけではないんですね。例えばですね、男性が女性をこう抱擁するんですけれども、やっぱり触られては深く抱擁してほしいんですけど、触られては嫌な部分ってやっぱり女性にとってあるんですね。例えば腰の近くにこう降りてくるのはやっぱり嫌がるんですね。でもあの背中の真ん中ぐらいまでだったら大丈夫とか、近いんですけれどもちょっとしたマナーがあるんですね、そこにも、これからあの、はい、
何が必要か何が必要じゃないかっていう話をさっきさせていただいたんですけども、うんうん、一度多分自分にとって何が必要なんだろうとか何を追い求めていけばいいんだろうっていうのって、うん、みんな何らかの形で考えたと思うんですよね。 そうですね。その中でやっぱり、まあ、単語ダンスを含めて人とのコミュニケーションってすごく大事だよねとか、うん、求めてるよねっていう時代によりこうワクチンパスポートの話だとか、うん、収束していくっていう可能性を考えていくとあると思うので、うん、これからのチケさんの活動これからの単語の見せ方ってどんな展開をイメージされてます、うん、そうですね、これからですね、まあ、今までスタジオをオープンしたのが2019年の8月だったんですけれども、もう本当に半年ぐらいでコロナ禍に突入したんですね。ですから私がスタジオを立ち上げて、あ、ようやくベースが出来上がった、そこからやろうと思ってたことが実際にはほとんどうまく機能しなかったんですね。それでやろうと思っていたことはやっぱり私アルゼンチンに10年間住んでいまして、で2018年に帰ってきたんですけれども、やっぱり日本のアルゼンチン単語っていうのが世界とちょっと異質な進化を遂げていったようなに見えたんですね。私いろいろ世界中いろいろ教えて、ポジティブな部分ですかネガティブな部分ですか。ネガティブな部分ですね、はいはい、ちょっと進化の仕方がちょっといびつになってきたなって、単語人口が増えていることはすごく喜ばしいことだったんですけれども、ちょっといびつに変化していくなって、他の世界とちょっとずれてるなっていうところがあったんですね。でそれを私は軌道修正したいなと思ってスタジオを立ち上げたんですけれども、やっぱり思っていることがなかなかできなかったっていうのはあるんですが、まずそれをまず立て直す。でそれは何かというとですね、単語ってやっぱり習い事ではあるんですけれども、やっぱりコミュニティが成熟しないと楽しめない大人の遊びなんですね。でそのコミュニティをやっぱりどういう大人のコミュニティを作るっていうのは大人の遊び場を作るっていうのは私たちのテーマなんですけれども、そのちょっとそのいびつになっていったっていう単語界っていうのはやはりあまりにもちょっと商業主義になりすぎていて、やっぱり先生に踊ってもらう、先生に楽しませてもらうっていうセンスがすごく大きくてですね、先生もそれをすることによってビジネスが成立するっていう形態がすごく多くてですね、実際に単語はそうではないんですね。やっぱりそのビジネスがあってもいいんですけれども、やはり皆さん単語を踊る人それぞれが大人の男性であり大人の女性でありマナーがあり、それを尊重しながら自分たちが楽しむんですね。お金を払ったら楽しませてもらえるっていう感じではなくってですね、自分たちがそのマナーを学び、そのテクニックを学び、そこにコミュニティを心地いいコミュニティを作って楽しむっていうところなんですけど、そこをねやっていきたいなと思っていて、だから過剰に私たちがサービスするのではなく、私たちは単語の先生でありその場を作っているオーガナイザーであるので、自分たちの仕事はこれです、それ以上のサービスはしませんっていう風なスタイルで今立ち上げたスタジオなんですね。ですから一人一人 その個人 の本当に自分たちが男として女性として遊び大人の遊びを楽しんでいきたいっていうベースをね持っていただくように励ましていくっていうのが私の立場なんですけれども、やっぱりそれがなかなかこうね人をシュワッと集客するっていうことができなかったので、まずその意識をどんどんそちらの方に持っていくような場を作るですとか、クラスの構成をするとかですね、そのことをねもう一度一から取り組み直そうと思うんですね。やはり先ほどスタジオ潰れてないんですよ、あらそうなんですかっていうことだったんですけど、やはりビジネスとしてはやろうと思ったらいくらでも潰れないでもできるやり方ってやっぱあると思うんですね。個人的に太いお客さんをぎちっと持っていれば、そこで1対1でやっていけばできるとは思うんですね、
維持できると思うんですけれども、そこにはコミュニティを作るというセンスですとか、あと男と女の遊び場を拡大させるとかですね、もっと素敵な遊び方を提供するですとか、そういうことがなかなか難しいと思うので、そのことをやっぱりもう一度取り組みたいかなと思います。業界の中でそれを意識してそれに取り組んでる人、ラムさんも含めて何人かいらっしゃると思うんですけども、っていう人がいるっていうのってすごく大事ですよね。そうですね。で、私のスタジオに今ね集まってくださっている先生方っていうのはやはりそのことをすごく大事に思っていて、やはり生徒さん一人一人が自分たちが楽しめる力をつけるとか、その、センスを磨くですとか、相手に対するマナーをしっかり守るですとか、やはりそのことをしっかり教えていってるくださってると思います、このこのコロナの影響で人と触れ合わなくなって何が試されてるかというと、個人力ってすごく試されてるなと思うんです。そうですね。はい、どこかに消息していったからとか、このまま行けば大丈夫とかじゃなくて、あなたは何がしたいの、あなたは何ができるのみたいなところ、だからそのラムさんがやっていこうとされている、それぞれが大人のマナーとして、大人としてちゃんとしていて、で人と関わっていきましょうって、本当にこれからの時代も含めてすごく重要なポイントですよね。そうですね。本当に私アルゼンチン人の先生に一度私の教え方について怒られたことがあるんですけれども、やはり生徒を、子供扱いするなって怒られたことがあるんですね。やっぱりアルゼンチンタンゴを踊ってらっしゃる方って40代50代60代とか、あまり20代の方とかが踊ってるようなタイプのダンスではないんですけれども、やはり皆さんね本当に社会でしっかりお仕事されてたりとか、家庭を持ってらっしゃりするとか、社会的にしっかりされた方多いので、やっぱり私たちが遊んであげるっていうような、その教え方とか、個人 そのもっと力を伸ばさせないような教え方をしてはいけない、面倒見すぎだって怒られたことがあるんですね。もうもっともだなと思って、私が子供扱いしているから皆さんがこう子供のような二ち振る舞いになっていくっていう、すごく反省してですね、もっとサービスしてくれるのに他のスタジオだったらってやっぱり言われることがあるんですけども、やっぱりそういうそこを求めてらっしゃる方はすっと離れていくんですね。でも私はそれでいいのかなと。でやっぱりそれがそちらを求めていらっしゃる方はそちらにというか、うまく住み分けが今できてきてると思うんですね。日本人ってどうしてもサービス受けるのに慣れてますよね。そうなんですよね。タクシーも開けてくれて当然とか、遅れなくて当然っていうのが、そうですね、それはありますね。でやっぱり大人の遊び場なので、例えばじゃあコミュニケーションの基本って何ですかっていうと、やっぱり踊れることとかではないんですね。やっぱりね入ってきた瞬間に挨拶するっていうことなんですけど、タンゴダンスが踊れるからみんなに受け入れられるとか踊ってもらえるではなくって、やっぱり入ったら挨拶するっていうのは当たり前のことなんですけど、意外とサービスしてもらえ、私お金入場料払ったんだから、レッスン代払ったんだからってやってる方意外といらっしゃるんですね。そうなんですね。であれって思うんですけれども、私はもちろんね主催する立場なので挨拶しに行って、どうぞ楽しんでくださいねとはお声をかけるんですけれども、その隣の人にお話しなかったりとかすると、やっぱり踊ってもらえないですよね。ずっと、待ってちゃうんですね。そうですよね。そうですよね。そう、本当にサービスされ慣れてるんだなとは思いますけれど、かたやそのビジネスのことを考えると、サービス慣れてる人に対してサービスを提供して、来てね来てねっていうのがやりやすい、楽っていうポジションだと思うんですけど、その中でラムさんがやっていきたいのは、文化だとかこれまでのことも含めて伝えていって、みんなで成熟した大人のコミュニティを作っていくと。そうですね。その方が心地いいと思うんですね。私はそういうふうに扱われたいと思いますし、私もやっぱりちやほやこうされ子供の扱いされてもやっぱり成熟自分もできないですし、自分の力で遊べないっていうのはすごく大人としてもったいないですよね。本当そうですね。はい、自分の力で遊んでいただきたいと思いますね。
最後になんですけども、うん、はい、本当にコミュニティだとか、うん、人と話をする、うん、でそのマナーだとかの楽しさってあると思うんですよ、うん、こういうことしていただけた、こちらもこういうことしてお互いに気持ちいいっていうのって、うん、これってなんかこうやらされてるというよりは、うん、お互いに楽しいっていうのがきっとあると思うんですよね、うん、そういったのが改めて人との人流が増えてきて、うん、社会が回り始めていってより重要視されていくと思うので、 そうですね、その中で伝えられていく単語ダンスの魅力って、うん、より魅力が増していくと思うんです、うん、なので先ほどもお話しした内容と重複する部分はあると思うんですけども、うんうん、単語ダンスのラムさんが伝えられる魅力、伝えていきたい魅力をもう一度最後にお話聞いてもいいですか、うん、はい、そうですね、単語はですね、アルゼンチンのブエノスアイレスで発祥したダンスなんですけれども、もちろん文化的背景も私たちと全く違うんですけれど、今や世界中で踊られてるんですね。例えばパリに行ってもローマに行ってもロンドンに行っても、出張に行ったら今日単語どっかでないかなって、アルゼンチン単語水曜日ロンドンとかで検索すると必ず単語コミュニティにヒットするようになってるんですね。そうすると、仕事終わってからちょっと現地のコミュニティに飛び込んでみるとか、もうそこで単語さえ踊れてちょっとこう挨拶ができればもうそこで交流ができてしまう踊りなんですね。だから本当にパスポートを、ワクチンパスポートなら単語パスポートを持っているようなもので、ものすごく世界に出やすくなるんですね。でそれが一つすごく大きな社会的な魅力かなとは思うんですけど、やっぱり個人的に私がじゃあなんで単語皆さんこんなに楽しハマってらっしゃるというかなのかなと思うと、自分がそうだったんですけれども、やはり男と女が一緒に踊る、もちろんご夫婦じゃなかったら手を触るっていうこともね、もうほとんどないとは思うんですけれども、単語の中ではね、やはりその瞬間3曲その3分間っていうだけはもう2人だけの世界になれるんですね。例えば別にそこに愛だの恋だのはないんですけれども、本当に人と触れ合うことが、コミュニケーションがすごく濃密にできるんですね。で男性は男性らしく、女性は女性らしく、今はね本当に死後のようになってると思うんですけれども、やっぱり男性はそこでリードする、その踊りをリードするんですけれども、そこにはものすごく決断力とか女性への包容力とか優しさとかがすごく求められるんですね。やっぱり一緒に相談して、今日何食べる、じゃあそれにしよっかっていうような感じではなくてですね、僕が決めるっていう決断力がいるんですね。ものすごくマッチョな踊りだと思うんですけれども、やっぱりそのしっかりとした包容力があってマッチョさがあると、女性は本当に身を委ねて踊ることができるんですね。で女性はというとですね、男性にリードされてフォローするんですけれども、タンゴはね他のダンスと違って 100% 即興で踊ってるんですね。インプロビゼーションなんですね、はいはい、ですから男性が決めなければ何も始まらないんですね。でひとたび男性がそこを手に入れるとですね、女性は本当に安心してもう彼の腕の中でゆったりと楽しむことができるんですね。でそれが男性に全部 100% コントロールされてるダンスなんて何が楽しいんだろうって女性は思うかもしれないんですけれども、やはりその中で、いや彼がどういう風な音楽を聴いてるんだろうとか、どうやって私を床を踏ませようとしているんだろうとか、どういう風に動こうとしているんだろうっていうのをね、自分にではなくて相手に 100% 関心を持ってそこに立っているんですね。で本当に安心して腕の中でリラックスできるっていうのはね、これはなかなかない体験なんですね。多分おそらく夫婦間でもないんじゃないかなって思うような信頼関係がそこに生まれるんですね。それが全くの他人であったりとか、お友達でもない、今日会ったばかりかもしれない人でとその体験ができるんですね。やっぱりこの体験っていうのはなかなか日常生活ではない非日常なんですね。それを楽しさ、その感覚を味わった人はやっぱり単語から離れられなくなるんですね、引っ張るだけでもダメですもんね。そうなんですよ、リーダーシップだけでもダメだし、リーバーシップだけでもない、包容力がないですね、うん、俺についてこいだけではダメなんですね、うん、もちろんそれが大事なんですけども、
っぱり相手をいたわりながら俺についてこいなんですね。そっか、うん、そうするとさっき の世界でって話があったと思うんですけど、はい、世界に言葉が通じなかったとしても、うん、単語が踊れるということはこの方はある程度このラインのマナーは守れる方だったの でパスポートとして通るんですね、うん、そうなんですね。もうその踊り場に入ってきた瞬間に彼はもう単語が踊れる、彼女は単語が踊れるっていう条件をクリアしているっていうことなので、まあ、もちろん上手下手はありますけれども、こう踊ろうっていう風に誘われればもうその場でもそれが成り立つんですね、うん、共通言語がもうすでにありますから、うんうん、そう考えるとすごく上質なコミュニティに入るパスポートがすごく身近なところにあるんですね。そうですね、そうなんですよね。タンゴっていうその、まあ、タンゴだけではなくね、他のダンスでもあるかと思うんですけれども、タンゴは特にその関係性、すぐに関係性を築くことができる、現地のコミュニティにすぐ溶け込めるっていうスタイル、土壌があるという言いますか、うん、なるほど、そうなんですね、うん、今回もタンゴの魅力を含めて、うん、なぜ続いていくんだろうかとか、うん、なぜみんながそれだけ継続するんだろうかっていう部分も話を伺いたかったので、うん、めちゃめちゃ勉強になりました、うん、そうですね、やっぱりその相手のぬくもりですとか、やっぱりコミュニケーションすることとか感じるっていうことってなかなか普通に生活してては手に入れられない感覚なんですね。やっぱりコロナになって、このコロナ禍においてですね、やっぱりタンゴを踊ってらっしゃる方がその自分の知ってるその感覚を感じられないっていうのはものすごく悲観されたと思うんですけど、まあ、もう禁断症状が起きるではないですけれども、でようやくねもう落ち着いてきて皆さん出てきてらっしゃいますけれども、もちろん気をつけながらですけれども、で今からね入ってこられる方ってすごく勇気がいると思うんですけれども、まあ人とのコミュニケーション、今までやったことないことにプラス単語コロナっていうその状況があるので、すごく壁がちょっと余計に高くなってしまった感はあるんですけれども、やっぱり人としてそこがやっぱり必要だよねっていうことを再認識私たちはさせられているので、これを一人でもね多くの方に共有していけたらいいなと思ってるんですけれど、うん、ありがとうございます。そんな貴重な話を聞かせていただいて、はい、はい、じゃあインタビューとしてはこれでおしまいにさせてもらいます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、今回はタンゴダンススタジオチケのラムさんにお越しいただきました。で最初の冒頭にもお話をしたんですけども、やっぱりこのコロナ禍においているものいらないもの、今必要なもの必要じゃないものっていうのが選別される時代になったと思うんですよね。その中でタンゴダンスってどちらかというと今は必要ないものっていうジャンルに入ってしまうっていうのがあったと思うんですけども、でもやっぱりスタジオは続いてきた、そして、スタジオに入っている生徒さんは辞める人がまあほとんどいなかった、みんな継続していたっていう状況ってやっぱりそこに強い魅力があったんだと思うんですね。それはタンゴダンスの大人の上質なマナーと踏まえた上でのコミュニケーション触れ合いっていうのと、あとはさっき の世界共通言語とかパスポートっていう話にあったんですけども、やっぱりそのタンゴダンスができるっていうのはこのランク、このレベル以上のマナーはもう備えているっていう状態で世界に出ることができるっていう、ここの魅力も僕すごい大きいなと思いました。英語を勉強するよりも、もしかしたら今グローバルな世界になって英語を一生懸命勉強するだけじゃなくて、何かその世界で通用するタンゴダンスだとかコミュニケーションだとかのツールを勉強するっていうのもすごくいい時期なんじゃないかなと思って今日話を聞かせてもらいました。改めてありがとうございます。ありがとうございました。